はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、熊谷に来ております。というのも本日ね、撮影させていただくお店がスタミナ満点ラーメン鈴木上ちゃん店ということで、以前ですね、三鷹にある本店の方でも僕撮影しておりますが、こちらはですね、熊谷の方に新たな新店舗ということで、早速食べに伺わせていただきました。で、こちらのね、あの鈴木さんで提供されているスタマンそば、デフォルトのメニューでありますスタマンそばと辛いメニューもございますので、そちらの計2杯ライスも合わせて食べていこうと思います。で、こちらのね、上ちゃん店さんでは本店にはない牛乳とかもあるんですよまあこういったね、通常提供しておりますメニューをいろいろといただきながら、皆さんにご紹介して食べていこうと思います。ということで、例えばですね、一杯目のラーメンが到着いたしました。本日ですね、一杯目にいただきますのは、スタマンそばということで、トッピングもね、全部していただきまして、こんな感じになっております。で、合わせてですね、ライスと生卵もいただいておりますので、こちらね、合わせて最高に楽しんでいきたいと思います。では、いただきます。まずはスープよね。ひとまずはスープ。醤油感の強いコクのあるスープにお肉だったり油だったりの旨味が染み込んでるんですよ。ずっと口目からスタミナって感じ。うまっ。うおー、見てこれ、これですよ返しに染まった褐色の麺、めちゃくちゃうまそうでしょこれ。いただきます。あー、うまいこのスープ自体パンチがあるんですけど、重いパンチにも負けないぐらい麺の主張がすごくて、喧嘩してないんだけどお互いはっきり主張するっていう。いや、ちょっとこれうまいなここにライスですね。あ、間違いない、うまいな。あ、またニンニクも合うわ。こちらのね、ラーメンは無料トッピングも選べまして、ニンニク、生姜、背脂と、まあ、注文ができるんですけど、今回はね、あのお任せということで全部ね、入れていただきましたが、個人的にはこれ全部ね、入れてもらった方がガツンとしてね、いいと思う。パンチがね、めちゃくちゃ上がるんですよ。この辺りでね、生卵を使っていきたいと思います。この麺をですね、ドボッと生卵をつけまして、皆さん見てください、これいかがでしょうか。めちゃくちゃうまそうじゃない。 ありがとうございます。ここでね、これコーヒーとイチゴですね、いただきましたんで、これもちょっと合わせて、その前にひとまずこの生卵とうまそう、いただきます。うまっ濃いめのね、この醤油感にお肉感、油感、そこに生卵のまろやかさと合わないわけがないっす。またこの生姜のアクセントがいいね。ニンニクを入れると、まあ、そのニンニクのね、辛みも増されるので、そこに生姜のアクセント、これがものすごい合います。コーヒー牛乳もいっちゃいますか。懐かしい、これ昔行った銭湯思い出すね。ちょっと僕銭湯行けないんですけどねそしたら皆さん乾杯と。
で、ただいまですね、こちらのスタマンそばの方、麺なくなったんですけど、もちろんね、このラーメン自体も醍醐味ではあるんだけど、もう一つのスタマンそばの醍醐味、具材が豊富なんで、残った具材をこのライスにドボンと。いや、マジでね、これがうまいんすよ。よっ。こんな感じ、いかがですか？めちゃくちゃうまそうでしょ。あとね、ライス頼んだお客さんは全部ね、ライスで食べるんじゃなくて、ちょっと残してね、これ試してほしいです。マジでこれうまいから。うまい。うん。個人的には汁だくにしてもいいね。好みだと思うけど、汁だくでね、こうかき込むように食うのがうまいかも。うん。うん。うまい。うん。うん。最後にいちごもいただきますか。こちらも。うわ、懐かしい。いつぶりだろ、こんな飲んだ。ということでですね、一杯目にいただいたセット完食させていただきました。ごちそうさまでした。ということでですね、ただいま2杯目が到着いたしました。2杯目にいただきますのが、辛いスタマンそばということで、名前の通りね、こちらはちょっとね、辛いラーメンとなっておりますので、早速ね、いただきます。まあ、先ほどね、いただいたベースは同じではあるんですけれども、そこにこの辛みが加わってるんですが、油感にコーティングされて、辛みは食べた時にそんなないんですよ。ただ本当にだん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 とね、こうしびれあ、うまい。不思議でもまろやかなんだけどしびれるんだよな辛くないけど辛いっていう不思議な体験ですね、これ。よし、この麺もいただきましょうか。これまたさ、さっきとちょっと違って、この赤い唐辛子だったりとかがまとわれてるのがまた食欲そそるね。うわ、うまっでもスープだけだとこの辛みと旨味があるんだけど、そこに麺の甘みが加わることで奥深さが味に出るというか、ね、すすっやった時の爆発力やばいっすね。で、この辛いスタマンそば、辛さがね、普通から控えめで辛めと3種類ね、選べるみたいなんですが、辛めであると本店で提供されている辛いスタマンそばぐらいの辛さになるみたいでございます。で、今回もですね、セットでライスをいただいているんですが、この上ちゃん店さんにはライス2種類ありまして、さっき食べたこの漫画盛りみたいなサイズが通常のライスで、こっちがね、小ライスっていう感じのメニューなんですけど、小ライスでも通常ね、お店のライスぐらいのサイズがありますので、まあ、お残しとかがね、ないように注文していただきたいんですけど、こっちのライスに関してはラーメン屋さんに頼んだ場合、特盛りライスぐらいの量はあります。またこの辛いスタマン、ご飯が合う。うまっじゃあこれ生姜とね、ニンニクあえた麺とライスで、これやばいね。じゃあ一旦ね、この辺りでですね、こちら注文させていただいております。油マサオというトッピングで、うずらと味付き油の、まあ、別皿でいただけるトッピングなんですが、ちょっとね、この油を使ってつけ麺していきたいと思います。いやいや、これ皆さん見えますかね、この油絡めたこの麺。
もう脂質と糖質の爆弾ですよこれ。やば、うまそう。こちらいただきます。あ、うまい。この油まさおにつけ麺風で食べると一瞬で劇的にうまい油そばになる。うまい。この辺りで上ちゃん店さんで限定であるこのトッピングですね、からしびというものみたいで、まあ、辛みとしびれでプラスでこの生卵と入ってるメニューなんですが、こちらにもつけていただこうと思います。あー、からしびに会えるとこんな感じでございます。あのね、中華でいういわゆる海味ってやつですね。いろんな味が加わってる複合的なこの複雑な味になって、いわゆる韓国キムチのような酸味しっかりある感じなんだけど、甘みも入ってるんだよね。で辛味としびれがあって、このメニューうまいな。これもこうしちゃいますか。うん、うまっ、うん、うまい。牛乳忘れてた。ちょっとね、続いてはこちらですね。あの牛乳、通常の牛乳とフルーツ牛乳もいただきました。合計でですね、上ちゃん店さんではこのね4種類、牛乳を提供しておりますので、お好みでね注文していただければと思いますが、辛いものにはやっぱりこの通常の牛乳が合うと思うので合わせていきましょう。いただきます。うん、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 ということで今ね具材は完食いたしましたんで、残るは、まあ、牛乳たちだけですね。あー、美味しいね。ほてった体に牛乳が整う。で最後にこのフルーツ牛乳ですね。フルーツ牛乳なんて飲むのマジでいつぶりだろう。あー、この匂い。いただきます。ということでですね、ただいま、ラーメン2種類と各種トッピングに牛乳4種類全て完食させていただきました。ごちそうさまでした。はい、本日はですね熊谷でこのスターマンそば食べてきましたが、改めてですねうますぎた、うますぎた、マジで。熊谷といえばね、暑い地域ということで全国的にも有名ですが、暑い夏汗をかいた後にこのスターマンそばを食べて、スタミナね全開にしていけば今年もね余裕で乗り切れると思います。皆さんもこのうまいスタマンそば食べに来てみてはいかがでしょうか。いや、いかがでしょうかというか、食べに行って、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですね最近ではサブチャンネルの方でも活動しております。概要欄の方に記載がございますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。ということで次の動画でお会いしましょう。じゃあね。